はいどうもこんにちは、 SBFJ の利根川です。今回は栃木県宇都宮市の栗谷沢ダムへやってきました。この池はローカルルールで底釣りのみ、フラッシュ使用禁止になっているので初めて行く方はご注意ください。また栗谷沢ダムをホームにしている方からお聞きしましたが、動画の奥側は昔路駐して直接アクセスできたらしいですが、現在は私有地の看板が立っているのと、入ったとしてもバリケードが厳重にしてあるそうなのでご注意ください。道なりに進んでいくとちゃんとした駐車場があるので、車はそこへ止めるようお願いします。もし場所がわからない方は Google Earth を見ていただくとわかりやすいと思います。こういったトラブルは釣り場ではよくありますが、どうすぎると最終的には市や国がそのダム自体、まあ、釣り場自体を釣り禁止にしてしまうのでよろしくお願いします。まあ、釣り場は近隣住民の方との関係性が大事です。まあ、動画を見て釣りに行こうと思った方はよろしくお願いします。ということで今回は18尺の月光強しを振って底釣りをやっていきます。底釣りオンリーということで、餌は団子の底釣り冬とバラケマッハを1対1、そこに入れる水の量ですが、団子の底釣り夏の標準水量は 200cc に対して160から 180cc と書いてあるので、水を1杯、100cc 入れてやっていきます。ちょっと固めに仕上がるので必要に応じて手水を打ったり、バラケマッハでばらける要素を入れたりしていきます。そんなこんなで1投目です。それでは1投目よろしくお願いします。はい、頑張って。頑張ります。逃げ水ずっと辛かっちゃった。釣れるよ。まあいきなり釣れるわけもなく40分が経過しました。今回最初は寄せる意味も兼ねて、結構手水で柔らかくしてからバラケマッハをパラパラと足して餌打ち開始しました。ちなみにさっき餌を作っている時にお気づきの方もいるかもしれませんが、バラケマッハを入れていた袋は使い終わったダイワのペレッショーデカ粒の袋です。まあなんといってもシノキ湖でマッハを大量消費するわけじゃないので、ペレットが入っていた袋で十分です。過去には100円ショップで売っていたジップロックもどきの袋にも入れてみたんですが、匂いが袋越しにも感じられたような気がしたので、使い終わった、まあ、餌の袋に入れるようにしました。ノズリは撮影道具も含めてバッカン一つで済ませたいです。 GoPro、ビデオカメラ、バッテリー、三脚、あとはそれ以外にもカメラを固定するものが複数あるので地味に重いです。今動いた浮きがおそらく本当たりです。完全に見逃していました。ということで合わせます。てっか大事にこう、大事にこう、ほほほほほほほ、よかったよ、よかったよ、帰れるよ、帰れる、帰りましょうか、帰らねえっすよ、よかった、あ、回りやがった、大事に行こう、大事に行きます。あ、これ食ってねえ気がする。なんか微妙なところじゃないですか。食ってねえっすね。食ってないの？食ってねえっすね。マジで食ってねえっすね。あ、マジか。マジか。欲しいのよ、ここ、ここ、ここよ、変なところにかかっちゃって、お口ここだものね、あと3ミリ、3ミリでした。あ、でも綺麗ですね。いやすまんな。
さっきのあたり動画を見返してなかったら気づきませんでした。こうやってあたりを見逃してるのに気づけるのは動画撮影者ならではですね。悔しい。そしてこの一頭では餌が落ちてる間にパクッといかれます。食っちゃいましたね。食ってんのかな。食ってる。臭いな。よいしょってやって目離して動き見直したらポコ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 つって。まあこれは仕方ないですよ。違う、また食ってないよ。外側からかかってるよ。でもなんか若干腹パンな気がするんですけど。ですよね。またできないっすよ。ここ今度ここなんでよ、畜生。ここかい。腹パンなのに、あ、見えるかな。この腹なんだ。オラオラみてえな腹しやがって。残念だけどごめんよ。見えねえかな。見えないっぽいな。ああ優雅に泳いでった。あれだったら40超えてたの。クリア沢ダムへ向かって出発したのが2時半だったんですが、前日やっぱり仕事が終わって10時頃布団に入ったんですが、そのまま寝られませんでした。銀閣シートを敷いて横になり、今回もお腹を叩いて儀式が終わったのでおやすみなさい。30分ぐらい仮眠するつもりが、気づけばぐっすり1時間半も寝ていたようです。なんといってもクリア沢ダムのすごいところは、埼玉、まあ私の住んでる地域と違って涼しい。山の中にあるダムっていうのも関係しているかもしれませんが、めちゃくちゃ過ごしやすい気候で快適でした。まあ、もちろんこの日は曇りのち雨で、まあ太陽があんまり出てなかったっていうのはあると思いますが、それにしても涼しかったです。寝起きの利根川を悲劇が襲います。なんとスズメバチが利根川の顔の周りをブンブンと飛び回っていました。今回蜂に襲われかけて切に思ったんですが、数年前に買ったエクストラクターというアイテムがあります。まあ日本語で言うとポイズンリムーバー。これ日本語じゃねえな。まあ簡単に言うと、蜂や虫に刺された時に毒を吸い出してくれるものなんですが、ノズリをする人に限らず必ず持っていた方がいいと思います。もし一度蜂に刺されたことがある人は、まあ病院でアドレナリン注射を処方してもらった方がいいかもしれませんが、このエクストラクターは持っていてマジで損はしません。アマゾンで3000円もしない金額で売っています。興味がある人も興味がない人も概要欄にアマゾンリンクを貼っておきますので、ぜひ一度チェックしてみてください。ノズリだろうと管理だろうと蜂に遭遇する可能性があるので、私はいつも持ち歩いてます。いやー怖かったー。ちなみに皆さん興味はないと思いますが、いつもと利根川の声が違うと思いませんか？そうなんです、マイクを新しくしました。まあ、ちょっといいと言っても1万円弱のマイクを前々から買おうか悩んでたんですが、
今回例の病気で在庫なくなりそうだなと思っていたら、案の定アマゾンその他もろもろ家電量販店から一気に消えまして、ようやく買いました。もともと中華の安物コンデンサマイクだったんですが、最近声を入れまくっているので奮発してみました。まあこんなところにもお金がかかるんです。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。